出た、負け惜しみ。おい、こっちこっち。預かったんですか？七瀬さんは動物の毛がダメなのに。小皿持って、ミルク持って。ちなみにどのくらいの大きさです？大きさ、まあ小さめ。なんだ？なんだじゃねえよ。何のために俺はニャーコニャーコ言いながらうろうろしてたんだよ。テンテンのためでしょ。大事な話をしてるから静かにしてくれない？あとテンテンって呼ぶのよ。え、子猫なんですか？色は？白っぽい。白い子猫とか、かわいえ、七瀬さんのために即刻捕まえて対処するべきですね。あ、子猫探してんの？あなたが言ったんでしょう。見つかるまでプリンはお預けです。お、やだ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 みたいな感じかな。そんなんじゃねえよ、ただっこか俺は。いいお仕事の依頼が入りました。え、魔法少女マジカルココナ第2期の声優のお仕事です。役はココナちゃんのボーイフレンドでメインヒーローだそうです。うわ、僕が自分の時間を全部割いてあんなに面倒見てあげたのに今さらそんなこと言うの？天兄大好きとか言いながら内心では鬱陶しがってたわけ。ちょっと二重人格すぎるんじゃない？お前には言われたくないと思うぞ。くそ、ここに美月がいれば分かってもらえるのに。なら言わせてもらいますけど、親身になって世話を焼いてるのに文句を言われる側の気持ちが分かります。それ、ほんとそれ。文句じゃないよ。改めて聞くとお前かわいそうだな。そうでしょ、優しくして。よしよし。どうした、イオリ？兄さん、私メンバーに嫌われてるかもしれないです。は、すごいな、お前の兄貴。デニー超かっこいい。メロメロな声を出さないでください。わかった。ぶっ壊す気か？え？ごめん、ドアを壊して。後で弁償するから。まさか芝居だったのか？ドッキリ大成功。優しい先輩を騙した罪は重いよね。さよなら山さん。今さら何を。優しい先輩からの優しいお願い聞いてくれる？ほら、プロフィール登録用に写真撮るからこっち向いて。は？俺のにだって写真登録してないよね。するする、これからする。バン、ほら。ユキ、ちょっとキモい。キモキモだって。5年間同じアルバム眺めてた僕にひどいこと言うなよ。今夜は最後まで一緒に盛り上がろうぜ。超イケメン、かっこいい。モモ君のコール聞いたらつい昔の癖が。抱かれたい男ナンバーワンと違って僕は恥ずかしがり屋なんだよ。俺だってシャイっすよ。それはない。俺に可愛い彼女がいねえんだよ。はそれではまた来週。